皆さんどうもおはようございます。おはようございます。今回も新三国無双4の無双モードやっていきたいと思います。で、今回からですね、ちょっと義軍を中心にやっていくということで、レアアイテムを見てたんですけど、意外と義軍のステージが多かったんですよ。とりあえず欲しいのは真空章、新乱武将と、あと赤刀アブミが一旦欲しいので、まずそこからやっていくということなんですが、ですね、まず合皮新城で真空書かなんかが手に入るんですけど、まあデフォルトで出とるのはこれだけになります。はい、これだけになります。で、巨著は合皮新城が最終ステージっぽいんで、巨著でまずいきますね。さあ、4の巨著は強いのか。やりにくそうやけどな、あんま好きじゃないよね巨著。2みたいな無敵戦法があったんやけど、3はずっと寝っとくことはできんかったんで。おいらは巨著、あざなは中高って言うんだ。おいらは勝った。ケイと大喧嘩したのをきっかけに曹操様の下で戦うことになったんだよ。なんかちょっとあれやね、正気があるね。ちょっと目はバキバキやけど、都じゃ2ほど怖くない。やつが天使様よりも大威張りして世の中を困らせてるらしいだ。そんなこと許しちゃおけねえだよ。曹操様は友達の栄翔と一緒に董卓を倒すための軍隊を組織しただよ。よし、おいらも天衣たちと一緒に頑張るだよ。さあ、ということで、お前が巨著というまた殺おかんか。もう呂布はね、飛ばします。ちょっと時間かかるんで。お前のようなぼんやりでっぷりしたものが本当に戦場で使い物になるのであろうか。まあよい、今回は逆賊董卓を討つための戦である。この名族炎本書も名手として後から戦場へと向かう。そなたも奮起せよ。目指す敵は董卓が、その前に猛将呂布の守る古老館が激戦地となろう。何としても古老館の先に進み、董卓の首を取るのだ。さあ、行くか。あ、今回やっぱちょっとずつイベント違うんやね。天使をいただく身でありながら、その身を生み出すとは、何たる不敬、何たる不忠。みんな、私についてまいれ。逆賊董卓の手から、都を、官室の威信を取り戻すのだ。落とせ、あいつ落とせ、ムカつく気落とせ。ということで、やっていきます。巨著、武器は細胞ですね、細胞。で、馬は敵路しかないんで、敵路。で、スザク、ゲン。あー、そういうことか。そうか、そうか。2個しかつけれんのか、今。あー、ショック。ソーシュン、つけていきましょう。よし。サクッとやって、早く石飛ば取ろう。石飛ば取るまで長いんよね。あ、ちょっと待って。今回さ、あれないんかな？ちょっと待ってくれるかい。何やったっけ、2みたいなさ、裏コマンド的なのないのかな。2はね、それがあって、それ使うと何やったっけ、ないか、ないか、なさそうやな。ない、ないな。やっぱダメか。やっぱ正攻法で無双モードをクリアしていくしかないっぽいです。なので行きましょう。狙うは董卓の首のみ。ダメか、やっぱり。防御加点。堅い守りには注意せよ。巨人、わしらで食い止めるんだ。おお、弱い。真空書がまず欲しいよね。もうあまりにもね、あまりにもね、範囲が狭すぎて話にならんけんさ。
こいつのが強いな。こいつのが強い。この孫春のがなんぼか強いんだよ。こいつに頼るか。お願いしますやな。こいつにお願いしますしよう。でも拠点はもうここら辺いいです。こっち飛ばしていいです。あのどうせ倒してくれるんで。それ今じゃ。伏兵が出現。芋、芋？誰これ？儀式か。うら。あーでもこれチャージ音ちょっと嫌やな。吹っ飛びすぎやな。おせ。でね今回ね玉ついたんやけど玉ってどうやって取れるんやろ。おっせ。お前が倒すなよ。お前俺が一生懸命削った相手のとどめを何度お前が刺すんぞ。よし行こう。やばい、俺の護衛兵が全部倒してくれる。攻撃拠点だな。ラインが広がる前に潰すのだ。あ、ちょっと待って、今回の無双乱舞さ、あれ今回の無双乱舞さ、あ、フット版やん。やるやん、使えるやん。いやーちょっと待って、今回の無双乱舞吹っ飛ばんねん。いい、非常にいい。いやーこのねチャージラッシュが巨長ねちょっと弱いよね。あ、最後は吹っ飛ばすんや。液晶打ち取ったで。よし、兵は神速を立っとる。わしに続け。あれみんなどこ行った。のこのこ倒されてきた。みんなこっち来てない。あれ、オッケーオッケー。あ、お前強い、お前強い、お前いい、ついてこ俺に。お前が全部倒せ。進め。逆族。どんな気分なの、護衛兵より弱いって。惨めじゃないんかな。あー来た、本体来たわ。置いてくれ。護衛兵来んや。あいつ何ション？孫春。金は引くのも戦略です。敵将撃ち取ったで。倒せ倒せ、お前倒せよ。よっしゃ、行くか。モンペーがおるけん、真ん中ね。いやん。倒す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 。オッケー。我らが健康な守り。遠くと見るがよい。うちょうちょ、いけいけ。おっしゃ、もういちょもういちょ。いやいいねいいねいいね、強いよ護衛兵、強い護衛兵に全部やってもらおう。お前みたいなやつ俺は待っとったぞ、ずっと。牛歩、牛歩がこいつ配下部署おらんな。勝機は今だ、攻勢をかけよう。対面に会いたいか。これより敵陣に奇襲をかける。いやーうっといな。あ強っ。あありがとうありがとう牛歩、助かるよ、すんごい助かる。ごめんね、いらんとか言って。やっぱいる。のこのこ倒されに来たか。こいつは攻撃やけど。行こう。いやーちょっと範囲狭いな。
処置終わったらちょっと真空書取りに行こう。これはね問題です。これは問題、問題と思わないか。あーなんか違う。あーしゃ、ブキブキで欲しいな。堂々と敵に当たる。倒す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 。 OK、 いいよ。上倒しとんな、あいつ上倒しとんな。もう仕方ない、上は間に合わんかった。よし行こう。でぼちぼち多分来るはずよ。呂布が、呂布が倒しやがった。あいつら超金倒すなよ。超銀、超金。でちょっと呂布はもうちょっと無視しよう。時間かかる、あまりにも時間かかる。超人で倒したけどもういいや。リカクもなんか結構強かったイメージよね。実際のリカク、本当のリカク結構ちゃんとした武将なんやろ。すごいなんかモブ武将みたいな感じで出とるけど、そんなことないんか。あまたやりやがったこいつ、こんにゃろお前。今のは俺でいいよ。いやこのね馬から落としてこんのいいね。全然違うわストレスが。ありがたい。俺がぶっ飛ばしてやる。えい、倒せ倒せ倒せ。えい、よし。これさ育てば育つほど強いよね、使えるよね。やってくれた。よし、コウジュン倒そう。全力で痛い痛い。あー、リョフ効いた、リョフ効いたけど、リョフはもう一旦無視します。強すぎて勝てん。腰抜けど、この俺と関とで全て蹴散らしてやる。何でもいいけんさ、関とを恵んでくれんか、ついでに。ついでに関とは恵んでくれたらいいんだ。こっちはこっちから移動に困っとんやけどな、くれんかな、あの関とは。なんかあれよね、ステージごとに奪った馬そのまま引き継げるみたいなシステムがあったらいいのにね。そしたら 1ステージ目にコローカン来てくれたら全然それでいけるのに。範囲狭っ、範囲狭いよ坊ちゃん。じゃあ行くか、モンペー倒して上から上から回り込みましょう。敵に当たる。お前がやれやな、マジで。ほんと遠心をこいつだけは、ほんとお前がやれっちゅう。お前がやれ選手権堂々の第1位よ。呂布は相手にするな、迂回路から到達を目指せ。これのがいいんかな。なんかチャージダッシュ結構反撃食らうよね今回。あ張亮来た、任した、孫秀任した、突破できると思うな。孫秀任した、あ、任した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 よ。邪魔だていたすと容赦せぬ。あ、強い、はいはい。よし、いけ、よし。生きてお命を注ぐ。あ、違う、こいつじゃない。あ、そうかそうか、違うんか。剣心はあれか、援軍に来る班長かなんかか。そうやった。まあ、須坂歩きいいかな。よっしゃ、回り込んでいこう。飛べる？あ、階段か。
階段があるんか。アホどもが、ほら来た。殺せると思うたか。なんかちょっと待って、ちょっと待って。痛いんですけど。あー、核が来たよー。一旦さ、ちょっとそこやめようぜ。ここやめようぜ。やりにくい。こっち来ようぜ。次は負けない。これって自分が倒した方がいいとかあるんかな。ないよね多分。そんなそんなお利口な話ないよね。あーでもまだなんか誰かおるな。違う、当該かなんか、当該だっけか あいつなんて呼ぶの。当分下の方におる。フォロー感やよね。痛い。ダメか。めっちゃ暗く。これさ、リョフに接触したらさ、ギグンもギグンでなんかなるんかな。あ、やばい、来るんじゃないこれ。あ、やばい。来た。あ、ほら、やっぱ違うな。安心しろ、一瞬だ。大暴れしてやるぜ。あ、キョチョや。今が好機よ。いいか、トータク倒そう。いやいや、これ両夫きついな、ちょっと。うわー、やめてうわ、これちょっとリョフ嫌だ。一気に打ち破る。うわ、怖っ。ちょっと待って、どうしよう。いや、これさ、これさ、ちょっと待って、これ厳しくない？仲間いるやろ。攻め時と見た。進め。うわ、やばすぎやろ。ちょ、これでもあんま伸びるショットやばいな。こいつ結構トータクの方向いてくるな。あ、まずい。あー、マジでお前死ぬんか。あ、やば。やばピンチ。ちょっと待って。やばいって。お前くんなやな、こっち。あー、やばい。おー、きつっ。秋事を言うやつは死刑じゃ。ちょっとまずい。まずすぎる。これはまずすぎる。いやー、これ厳しい。うわ、怖っ。あ、やばい。もう、なんなん、マジで。うざー。あー、死んだ、もう。また死んだ。あいつ、やばすぎやろ。トータクに接近しよう。で、まだ一人おるはずよ。
糖分かなんかが。こいつこいつ、これさ、先に東卓に近づいたら倒さんでいいんかな。リュフ今度かな、接近するだけで来るんやろか。あ、やっぱそうやな。あ、わかったわかった、リュフがこういう理由がわかった。あー、なるほど、わかったわ。配下武将を全部倒すとダメなんや。なるほどね。理解しました。そりゃそうやな。自分を守るやつごらんもんね。よっしゃよっしゃ、これ倒そう。どこ行った？あー、来た、やばい。今が好機よ、全軍進軍せよ。まずくない？よし、主治が、もうこれ仕方ない。憎いが消えてゆく、消えていく、倒したー。コロー感がなんだかんだ一番の鬼門なんじゃないん、今回のステージというか、この初期捨てから始めると。リュフがあまりにも強すぎてな、30分もかかってしまった。長かったな。逆賊董卓をついに倒すことができた。これも連合軍の諸侯が力を合わせた結果だ。名士として誇りに思う。董卓打倒という目標が果たされ、連合軍は退散となる。だが名族の旗のもと戦った日々を皆忘れないであろう。こいつはなんかかわいそうなやつやな、ほんと気の毒なわ。聞いてたわ。いや怖い、あの巨長の顔。巨長怖すぎやろ、目やば、白目の割合多すぎるって。破砕、あっ、あ、これ5武器か、5武器2武器か。よし、あー違う違う、あー待って、終了してない。コロー館で董卓をすいません、終わります。ありがとうございました、ごめんなさい、終わります。じゃあお疲れ様でした。でも